皆さんこんにちは。始まりましたエレガンスマダム千夏の部屋。こちらはインターネットシャナナ TV より世界宇宙へ目の前のパソコンまで iPhone までお届けしております。24時間常時放送になっております。24時間小林夏が出ているわけではございません。本日からの週は2022年9月の5日からのカラーのオンエアでございます。特にねオープニング何を話しするのっていうのは、まあ皆さんが見てお分かりの通りに、こう今日はねお一人様会、4回に1回やってくるお一人様会でございます。今日はね一風変わったお話しますし、人間ってこんなに変われるんだなっていうのをね、まあいろいろ味わって、ご覧いただきたいなというふうに思っております。それでは一旦 CM 入ります。 CM です、どうぞ。シャナナンバー、シャナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV 内、あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか。ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。はい、皆さんお帰りなさいませ。もう今ねこの30秒の間にみんな引っ越ししてましたぐらいね。もうスタッフもパーソナリティも落ち着きなさすぎだろっていうぐらい、まあ、いろんなことがあるわけですね。準備をする中でということでございます。冒頭でもお伝えしましたが、今日もね千夏お一人様会でございます。もう最近なんか頑張っちゃって4回に1回はねお一人様会やっておりますけれども、まあゲスト様をお越しいただいていろんなお話をねお聞きするのもとっても好きなんですけども、あ今日はこのお話をお伝えしたいなということでね、皆さん今思いますよね、もしかしたらいつものあれかなって思ったと思うんです。実はあれじゃないっていうことでございます。まあなんかね女の人はまあよくねエレガンスマダム千夏の部屋でも、まあ、基本ね女性のゲスト様がほぼで、もう男性の方って多分今まで数えるぐらいしかお越しいただいてないかなというふうに思います。やっぱりまあ女性を応援していきたいですし、まあ今ねもう起業されてる方も多いですし、もう自分のやりたいことをやっていくっていうスタンスの方がだいぶ増えてきているなっていうのも感じています。その中でやっぱり皆さん綺麗でいたいとか、まあ美ですね、あの体を動かすか体型もちょっとは自分の理想の体型に近づくようにパーソナルトレーニングに行って何か運動したりとか、いろんなことをされてる方も多いかと思います、ね、皆さんがそれぞれのスタイルで自分の目指すところだったり、 もしくは何かこうパーティーがあるからそこに向けて頑張るとかね、なんかエステもちょっといつも1ヶ月に1回1週間に1回行ってみるとかね、いろんなことをされてる方もいるかと思うんですが、私も何かねこうやりたいなっていうのはずっと思ってたことが一つあるんですね。まあコンテストをねチャレンジしているので、やっぱりまだ地方大会の初めの頃から目指せ世界大会に行きたいっていうのを掲げて、まあそこに闘志を燃やしながら自分の中でこう燃やしながら自分の中でこう頑張っていってたっていう経緯があるんですけれども、まあなかなかそんな簡単にね誰でも世界に行けるわけではないわけですよ。まあそこで悲しい思いもいろいろありましたが、もうそれも4年前のことでございます。その中でそれからね皆様に今度はこうコンテストを育てる立場になってみたり、皆様のいいところを引き出してみたり、まあ、そういうことをやってきたわけですが、もうなんかいろいろね今年もその世界大会があるんだけど行ってみないかっていうね、本当にあるコンテストの方たちからお話を、わざわざ千夏に話をするためにランチの場を設けていただいて、まあ、簡単に言えばスカウトね、そういうお話をいただいたりしたこともありましたし、違うコンテストにもチャレンジしないのかという、まあ、いろんなね、皆様期待してくれて千夏なら行くんじゃないかなという気持ちもあったり、もうでも本当にその気持ちとかやっぱりスカウトとかお声かけいただけるっていうのはなんか千夏にも可能性があるからなんじゃないかなと思っていただけたんじゃないかなっていうふうにも思っているんですね。でもまあその中でもなんかその4年前の自分と1年2年という今の自分っていうのはなんかやっぱり成長もしてますし、心の変化っていうのもあって、あもうなんかそこではなくて違う自分っていうのを見つけて進んでいきたいなっていうふうにも思い始めていた頃でもあるんですね。でもやりたいことがずっとあったわけです。
コンテスタントになった時からずっとずっとあってもなかなかそのチャンスにも恵まれないというか探していなかったし、まだそこではなく本当に世界大会に行くことが自分のその時その時の目標だったようには思うんですが、もうそれも時と経過とともに変化をしていって、その2018年、まあ、同期だったある A さんという方がいるんですが、まあ、A さんはその自分の、ね、夢を叶えて世界大会に行きました。その4年前ではなくて昨年行って、すごいステージを見てきてっていう、ね、話も聞いたりして、いやもうすごいね、有言実行でその方が言ってたのは、ちなちゃんいずれ私は世界大会に行って自分がステージから立ってるその世界、そのどういう風に自分に映るのかっていうのをしっかりこの目で確認したいということ、まあ、その話をずっとされてたことを有言実行で叶えられてきたんですね。まあ、その方のお話聞いたらもうまあまあそれはそれはすごいという、まあ、ド派手でもありますし、その大会のね、開催される世界大会の地域によってもいろいろね、また催しとかいうのも違います。なので世界大会でもその世界どこの世界の方が来られるかっていうのでも変わってくるというのにもなるんですが、もう本当に彼女が言ったのは本当に世界もう素晴らしいなっていうところだったんです。で、まあ、その彼女がある日こんな撮影をして知ってもらいましたかしましたみたいなのを SNS にアップされたわけですよ。それを見たらもう飛びつかないわけにはいかないっていう感じで、まあそれどういう感じのものかっていうのは後でちょっとお写真をお見せするのでお分かりいただけると思うんですけど、もうまさにやりたかったものがそこの目の前にあったわけです。それも知ってる方がそれを撮影をされてたんですけど、その時にすぐね、いやもうぜひ紹介してほしいっていうちょっとやり取りをしたんですけど、なんかそっからちょっとなんか撮らなくなったわけじゃなくて、多分もうみんな忙しくなってそっからちょっとなんか会う機会もなく連絡する機会もなくって言って、あもう叶わないのかななんていうふうに思っていたんですが、まあ再会する場がありまして、そこでなんかいろいろそのね写真の話になって、まあそのヘアメイクさんとか、まあ、そこをつないでほしいという、その場で彼女をつないでくれて、その場でその相手の方ともすぐコンタクトが取れて、もうすぐ話が決まりまして、まあ、これでお別れいただいてヘアメイクさんということで、お写真の撮影に行って参ったわけでございますよ。もう前置き長、撮影に行ったっていうのよりね、でもまだ8分、すいませんこっちの事情でございますけど、いや結構頑張って喋ってるんだよっていう感じでございますけど、まあ、撮影に行ってきましたが、まあどういうふうなね私がイメージを持って行ったかっていうと、まあまさに海外の、まあ、アメリカンな海外のもしくはハリウッド女優のようなヘアメイクをして、もう全くもうだから血夏って分かんないぐらいの、 あの変身をして写真に残したいなというのをイメージしておりました。そしてまあその中で、まあそのヘアメイクさんとは事前に別にあの前もって打ち合わせをするっていうことではなく、まあ当日自分が思い描いてる、まあそのまあ、衣装といってもね大好きな黒の衣装を持っていって、アクセサリーはどれになるかわからないのでちょっと派手めのものをいくつか持っていって、で初めましてでお会いして、今日はドレスどんなのをお持ちになられたんですかって言われたので、これですっとお見せをして、であとはねなんか通常撮影だったらヘアメイクをして、まあ、カメラマンさんがいたらあと自由に動いてくださいね、でもちょっと首の角度はこれがいいですねみたいな感じなんですけど、全てを基本なんか指示くださる感じなんですね。まあでもまあ私はその枠に収まらず、まあ、勝手に動いてたっていうところはあるんですけれども、まあでもその自分がいいなと思う角度とやっぱりダンサーさんが見られてのその私の良さっていうのは違うので、そこはもう柔軟に受け入れさせていただいてっていうところだったんですけど、まあ楽しかったの一言なんですが、もうどうしようかな、15分ぐらいで写真出したいんだけどあと5分ぐらい待てないので、ちょっともうね、あ出そうかな、どうしよう、写真を出ししたいと思います、せーのじゃん、1枚こちらになります。すごいおばあちゃんが若者になったみたいな写真、わかんない、初めのやつぼかしが入ってるかもしれません、あそこにもしかしたら今の千夏の顔が抜かれて置かれてるかもしれません、すごい高度なこと言ってますけどわからないですけど、まあとりあえず3枚ねコラージュしてる写真があると思うんですが、
すごくない？もうもちろんあのノーメイクで行ってるわけなので眉毛もないわけじゃないですけど、2番目3番目がすごいんで、もう何もない、なんかちょっと能面っぽいね感じにはなっておりますが、まあそれがあれよあれよという間に1時間かからない間に真ん中の顔になったんですが、真ん中の顔はまだこの何サロンっていうんですか、あの 何かつけてる、まだね衣装も着てない状態なので、顔だけちょっと化け物みたいなね、なんでそんな濃いんみたいなね顔になっておりますけど、3枚目は一応衣装を着て自撮りをしている写真になります。まあでもこんな風に変化をしていってるんですよね。まあこのメイクとヘアした、ヘアほとんど見えてませんけれども、後でちゃんと動画ありますんでお見せしますが、まあこの感じをしたかったわけです。これがですね、これしていただいたところが、まあご紹介いただいたところになります。ここで文字情報で一緒に出ると思いますが、メイクアップ&フォトオフィスラポニータインプルーブというのが正式名称になりまして、ヘアメイクが中山ゆかりさん、そしてフォトの方が吉田いつみさんという方が撮っていただいております。ね、もうこのねヘアメイクの、まあ、ゆかりさんはもちろんもうたくさんの現場も踏まれてますし、こちらのね、ラポニータインプルーブの代表でもいらっしゃいます。で、私がその今までたくさんのヘアメイクさんに、まあ、お世話になってきてます、ね、それは簡易的にパパッと急ぎでやるヘアメイクさんもいらっしゃれば、ベースから全部作っていただくヘアメイクさんもあるんですけど、このねゆかりさんとお会いした時にちょっとね場所が分かんなくてうろうろしてたわけですよ。でその時にご連絡で電話でお話しした感じの声の印象と、ちょっとお迎えに来てくださった時の感じが、いやこの方、まあ、かなりすごいかもみたいな、なんかその漠然とすごい、でもすごい本当になんか すごいとかすごい技術がある方ってすごいですって知ってなかったりするじゃないですか。でもなんかもう本当に気さくで、すごいもうなんかこっちのやっぱ緊張もねほぐしていただいてるんだなっていうのも感じながらだったんですけど、実際鏡の前に座って、まあ、ベースから作っていかれるのももう本当に、まあ、私もよくわかんないですけど、見る見るうちに肌が綺麗になっていくわけですよ。そらもうくすみも消してくださるの で、あと何がすごいっていうのをなんかね、眉毛をまず何点かあるのか、眉毛を描くときって、つまりメイクさんってこういう風になってこう描いていくじゃないですか。まあこれもされるんですけど、何がすごかったかっていうとね、ある程度ちょっとヘアスタイルこうなるなっていう、ここ仮の形を作って、私の後ろに立って鏡を見ながら眉毛の大枠を描いていくっていう、なんかわかる？後ろから手回して大枠を描いてて、見てるのは鏡っていうね、なんかだからその人間って非対称だから、なんかそこを見ながらなのかななんて、いやなんかこれがどういう風になっていくのかなっていう風に思って、まあそれは出来上がりは素晴らしい感じになるんですけど、まだ画像出てるかな、ね、眉毛2枚目が見やすいか分かんないですけど、そんな中鏡を大枠を作ったって思えないほど、ね、この濃いメイクにはこれぐらいの結構濃くてぶっといんですけどね、でもちょうどいいメイクになっていくのと、あとそのまつげ、まつげくじゃなくてつけまをつけるのも、もうね本当にこれすごい職人技だなと思ったんですけど、もう1ミリ単位で全部高さを合わせていくっていう、なんかここまでなんかやっぱあの作品をやっぱり残される方、アーティストでもあるので、やっぱり自分の作品を残るからにはやっぱりここまでちゃんとしたいみたいなことをちょっとさらっと、あの結構こだわるんですねみたいな感じの会話したのかな、なんかそういうことをおっしゃられてたのがすごい印象的なんですけど、いやもう本当に、まあ、技術ももちろんですけど本当に職人さんなんだな、もう生粋のっていう、もうそれでさらにもうこの方すごいし、もう本当に何かあったらお願いしたいなと思って、あのすごい本当に現実的な話、出張でお願いしたらいくらになるんですかって聞いてたって話になるんですけど、いやもう本当にもう全てが、まだ撮影してないのに衣装も着てないのに、このメイクがもう出来上がった時点でもう大満足で、もう本当にこんなメイクしてほしかったんですっていうのを思ってます。そしてあと最後一つ、私の口、まあ皆さんそうなんですけど、唇をもちろんこれは写真用なのできっ
ちり枠取っていくんですけど、あの唇の厚みっていうのも皆さん非対称だと思うんですけど、私の唇を完璧に私が満足いくように唇をあの綺麗にしていただく方ってもうそうそういないですよね。結構後で申し訳ないんですけど、こうなんていうのかな、唇だけでたどると、左は厚いけど右薄いみたいな私の唇 の、 あの構造的になってるんですね。なんでかもうそれももうどこから見てももう1ミリもずれもなく、どこから取られても大丈夫な唇、すごいですね。しかも言葉が出て本当プロに対してすごいですね、すごい失礼なこと言ってるんですけど、それが言葉に出てしまうぐらいもう完璧なヘアメイクだったんです。でそこでお衣装を着て、まあ、撮影ブースに入る、背中かゆい撮影ブースに入る、ごめんなさい、もう興奮しすぎていろんなところもちょっと血の気がすごくて、ちょっとすいません、かゆくなるんですけど、ブースに入ってからももちろんそのライティングでね、自然光ではこうだったけど、ライティング見たらこう右眉毛が薄いとかなるとそこで色を足していってっていう、まあ、ヘアメイクをその場でもう一回一回修正をしてくださいましてというところになります。でね、もうこれちょっと動画があるんで、もう17秒なのでまばたきしたら、もうまばたきしたら終わっちゃいますけども、この動画もあのゆかりさんが編集してくださって、もちろんあのサロンの皆さんがたまに来て動画撮ってっていうのをねされております。でその中で組み合わせていただいた写真なんですけど、なんとなくな感じがお分かりいただけるかと思いますので、ご覧いただきたいと思います。それでは VTR スタート。見た？あれ私もうなんか自分じゃない人を見てるかのようにね、編集の技術も素晴らしいなと思いましたけど、なんかその時のいい意味の高揚感とか楽しかったものっていうのは、ああいう動画をいただけるとねずっと残るなというふうに思います。でカメラマンのいつみさんなんですけど、なんかね初めにゆかりさんが あのなんて言ったかな、あのゆかりさんがね、そのいつみさんがあのこの方結構その陰キャラだから、あのあんなそんなに気にしなくていいですよ、でもカメラ持ったらあのちゃんとこう気合入るというか、そのプロなんでね、あのちゃんとしてくれますよみたいな、初めの一発目の紹介がそんな感じで、なんか面白いこと言われるなと思ってたんですけども、もうあの初めね試し撮りですって何枚か撮って、でそのライトの感じとか見ていただいて、あとは何パターンかねお撮りしていただいたんですけど、まあ楽しいね、まあ載せてくれるじゃないですか。まあでもそこですごい役に立ったなと思うのが、やっぱりまあこういうね映像のことをやってるっていうのももちろんですし、あとダンスやってるじゃない、チェアレスクやってるから、そのなんていうか、そのこうチェアレスクでもちょっとこうした方が綺麗に見えるとか角度とか、まあ、そういうのがすごい役に立ったそれすごく言いたい。なのでね、なのであのヘアメイクしていただいてる時になんかね言われてたんですけど、やっぱりこういう撮影に慣れてる方と慣れてない方っていうのももちろんあるし、その緊張しすぎてあのフラットな感じだったらすごいいい表情できるんだけども、なんか手を言ってたら足がもう違うところ行ってたりとか、まあ、それダンスでもよくあることなんですけどね、なんか結構そのほぐすのね時間かかるよみたいなお話だったんですけど、結構まあ私早い方で終わったんじゃないかななんていうふうに思ってます。もう撮影の時もあのこういう感じでね髪の毛をやってくださいっていうのも、ゆかりさんも例えがすごいちょっとここねかいいかなって感じでやってくださいみたいな、結構ね笑いを入れながらね緊張をほぐしてくださってっていうところで、またね言わなくていいのにそれ乗せてさらにまた笑いを取ろうとしてね、何の私は何をその競争してるんだろうと思いながら、どこの現場に行っても大体あの大体じゃないな、キャラは変わらないわけですよ、このまんまで。で大体もあの言われることは面白かったですって言っていただいて、すっごいもうすごい大満足で帰るってね、撮影はどうだったのかって話になるんですけれども、まあ、そんな感じでございます。そして、カメラマンのいつみさんとヘアメイクのゆかりさんと一緒に撮ったお写真を出します。せーのじゃん、こちらになります。これあえてね私14センチのヒール
履いてます。そしてお二人はもう素足なのですごい身長差があえてあるようなお写真を撮っていただいてお出ししてます。でこの、ね、カメラを持ってるのがカメラマンの逸見さん、そしてなんか私にこうしてくださってるのがヘアメイクの中山ゆかりさんになりますよ。なんかもう本当にね楽しい。そしてあのエアーでこう風も当ててくださるのであの目乾くなるね。こうしながらですけどね。まあでもいいですね。その本当にゆかりさんのいい作品を残したいということと、まあ、その私の千夏のそのいい角度とかそういうものをすごい的確にお伝えいただけるのと、あと撮った感じですぐ画像で見えるので自分でもあこの 手の位置おかしいですねとかこの角度の方がいいですねとかなんか自然に言っちゃってたので、そこはなんか作品作るのにすごいいいプロジェクト組まれてるんじゃないかぐらいな感じの息があったすごい撮影だったんじゃないかななんていうふうに思っています。本当にねこれをね皆さんに体験していただきたくって思っておりますのでね、またあの今からそのサロンの情報はお出ししていきますというところで一旦 CM 入りたいと思います。 CM です。どうぞ。今 CM 中はやばかったです。もう撮影終わったかのような私やった感があって、でまだ終わってないよみたいな感じでございましたけれど、さて話は戻しまして撮影ですよ。楽しかったです。じゃあここでねもう通常ならば納品すごくお時間あの頂戴されてるみたいなんです。本当莫大な写真の中からあのもちろんクライアントがチョイスすることも可能なんですけども、一応パックの中に先方様が5枚選んでいただきまして、まあ、それをあのちょっと綺麗に整えていただいて納品なんですけど、急ぎでちょっとね収録の前日に撮影行きましたんで急ぎでもらいますよ。超わがまま言っていただいた1枚になります。できたらこれちょっとずっと出しててくれたら嬉しい。いきます。せーの、じゃん。これ誰、これどっちかな、まあ、どっちかに出てると、これこの人誰、この人だ、誰っていうぐらい、もうこれがパッと、まずはねあのこれは皆さんに今いただいてるのはあのパソコンの方にあのちゃんとした画像のものをあのデータを送っていただいてる分になりますが、まずはまあその SNS でのやり取りで送ってきていただいた時にも言いたいことがありすぎてごめんなさい、もう言葉が詰まるぞ、口が追いつかないですけど、もう念願のヘアメイクにもうこの写真もう嬉しすぎて、もうあの本当にね普通ならありがとうございます、素敵にしていただいてって送るタイプなんですけど、キャーっていうのを送りましたね。もう嬉しすぎてキャーしか出なかったっていう感じでございます。もうこの写みんな慣れるからみんな撮ってほしいと思います。まあでももちろんゆかりさんはそのコンテストちゃんとメイクをしだけ、もちろんナチュラルもできます。まあ、もちろんオールマイティにできるんだけど、結構みんなこういうなんかハリウッド系なヘアメイクって絶対してみたいと思うのでおすすめしたいと思います。そしてゆかりさんのところ のラポニータインプルーブのロゴ、こちら画像ね、まあ、2つ一緒に出してもらっても全然構わないです。で、文字情報でこちらになります。ラポニータインプルーブ、滋賀県草津市にございます。で南草津かな、 JR であれば新快速が止まるところになります。大阪から1時間ぐらいで行けるんじゃないかなになりますけど、いやもう本当にミスの方もミセスの方も、まあ、コンテスタントもやっぱりもう皆さん行かれて、そのほらパンフレットとか載せるお写真とか、あと世界大会に行かれる方のお写真、もしくは就職用とか、まあ、いろんなお写真にもちろんご対応してますし、まあ写真を撮るのもありですし、何かパーティー行く前にね、せっかく綺麗にしたからじゃあ写真残しとこうかっていうのもありなんじゃないかなというふうに思います。
いやもう何よりもやりたかった、ね、前置き長かったけど、ね、長かったねこの話する。もう私は大体満足でございます。本当にこのね、目を3倍にしてくださいって、唯一あんまり私オーダー出さないんですけど、目を3倍にしてくださいって言ったらその3倍も叶いまして、家に帰って、もちろんこのままずっといるわけにいかないのでね、一応家族に見せたくて、下は T シャツ着てるのに顔だけできてる状態で帰ってくるまで待ってました。もうみんな、ああびっくりしたっていつもほら何にもね、ノーメイクで薄い顔の人がお帰りとか言うわけですよ。その中でもう目はバチバチ、もう目は3倍みたいな、おおびっくりしたって言ってましたけど、まあ、近くで見るとちょっと驚くね。あのドレスとか着てたらまだしも、普通に T シャツ着てアクセサリーなんかもつけてないわけなんでございますけれども、まあ、それ一応ね見てもらってから撮りました。で撮った後ね、自分の目の小ささにっていうね、ちょっと残念だなと思ったけど、その時はこの画像をすぐ見て、私は目が大きいんだわと思っております。まあでも本当にゆかりさんありがとうございました。もう私の夢をすべて叶えてくださいましたので、また今度はね違うあんな感じでこんな感じで撮りたいっていろいろ考えが出ております。またご相談乗っていただきたいと思います。そしていつみさんもね、もう本当に華奢な小柄な方なんですけど、もうカメラ持った時こうキリッとする、ね、男、女性の方ですけど男前な雰囲気がすごい素敵だったと思います。そしてラッポニータインプルーブのスタッフの方たちもエアで風飛ばしていただいたり、動画をねちょこちょこって撮りに来ていただいたり、本当にこう皆さんのお力があってこの時のね作品ができて、そして動画も収めていただいてるんだなと思うと、まあ本当に感謝しかないですね。だいたいいつもが自分がそういう風なことをする立場なので、なんかまあお客様だからしていただけてるところもあるんですけど、そうしていただけるもなんか皆様お一人お一人の温かい気持ちが本当に嬉しく、楽しく撮影ができました。また連絡しますね、素敵に写真を撮ってください、よろしくお願いいたします。というところで今回は4年越しの千夏の夢が叶った瞬間を皆様にお届けしました。また次回の千夏お一人様会で会いましょう。それじゃあね、バイバイ。